女が欲しいか、金が欲しいか、若くて健康な肉体が欲しいか。何なのだ？お前は一体何者なのだ？私はひまり、悪魔の王だ。そんなことよりも、私の問いかけに答えろ。お前は何も持たない人間だ。さぞ欲しいものが多かろう。世の中の満たされた者たちが、心底妬ましいだろう。ひもじさと惨めさで、気が狂いそうだろう。ありとあらゆるものが、欲しくて欲しくてたまらないのだろう。それは、その通りなのだ。ふふふふ、正直なやつめ、気に入ったぞ。ちなみに私も同じだ。欲しいもの、したいことがいっぱいだ。私たち、友達になれそうだね。友達？ラインさ、交換しようよ。うん、いいけど。今日さ、暇だったらこれから、90年代の桂正和の漫画を見せ合って、どの尻が、一番エロいか語り合おうよ。いいけど。やった、嬉しい。私ね、ずっとこういう、何でも話せる友達が欲しかったんだ。うん。僕もお友達ができて嬉しいのだ。